え、皆様こんばんは。こんばんは。この度ですね、ご報告がございまして、この動画を上げることになりました。うん、この度 はい、渡さんが卒業します。おえーずっこけ知ってたよ。というわけでですね、はい、長らく、渡さんにはですね2年間ぐらいメンバーとしてですね、大変お世話になったんですけど、とんでもないです。はい、この度卒業ということでですね、渡りのことは嫌いになっても、ブリットチャンネルのことは嫌いになってくれて、あつこ、まやつ、まやつなんだ。ちょっと古い。まあ卒業のね、はい、理由なんですけど、はい、まあ、ちょっとお仕事の方がね、あ、そうですね、忙しいというのがね、はい、大きな理由でございまして、はい、でまあ前々から50万人にね、チャンネル登録者数が50万人になったタイミングで抜けますという話で進んでまして、はい、今回ですね50万人。超えて、でこのタイミングでちょっと発表という形になりました。はい、はい、よく言えた。俺らはお世話になりましたとしか。いや、ありがとうございます。ああ、いえいえ、こちらこそお世話になりました。はい、本当にね、これからどんどん恩を返していただけるんだろうなと。いや、もちろん、はい、芸人さんね、いますしね、うん、はい、ああ、まあね、売れてや、はい、言うてね、売れてやよ、売れてや言うてね、フードチャンネル売れてや言うてね、楽しんでもらえるように、はい、ね、成長しなきゃいけないんですけど、ほんまやでっつって、こんな絡みにくかいで、まあ今回ですね、はい、実は渡りだけではなく他2名合計3名卒業することになってます、うん、で今日はちょっと忙しくて来れなかったんですけど、まずはどんぐりも卒業になりました、はい、まあ、どんぐりも同じような理由で、ちょっと本当仕事が忙しくて、まあほぼ動画に出れなかったね、渡りも。そうですね、どんぐりもね、忙しくて、そうそうそう、で今日もね、どんぐりは忙しくね、そう、本当は来る予定だったんだけど、うん、ちょっとどんぐり のメッセージが届いてますので、おー、はい、はいはい、ちょっとこちらになります。こんにちは、どんぐりです。この度どんぐりはプリットチャンネルを卒業します。理由としましては、動画にあまり出れないのに準レギュラーとして呼んでもらうのがもったいないと感じたからです。ただプリットチャンネルのメンバーとはとても仲がいいので、プライベートでもたくさん遊びます。最後に、動画を見てくれる方、イベントで出会った方、手紙や差し入れをくれた方、本当にありがとうございます。これからもプリットチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。どーんぐり。なるほど、まあね、そうだよね。いやもう、いやどんぐりは今もそうだけど、うん、もうなんかずっと怪我してるイメージでも前も肋骨折ってたし。ああそうか、あったな。今年の夏に釣りに一緒に行って、海釣りにずっと酔って船酔いして、ああ、どうなんだよな。怪我してなくて撮影に参加できたとしても酔っちゃったりとか俺はタイキックのね、イメージが、ああ、一番ね、俺がそのキックを受けてると思うんで、相性が良かったね、多分。そう、すごい助かりました。自らないの、これないならないでいいんだよ。翔ちゃんってどんぐりさんに会ったことある？いや、僕結構思い出あるんですけど、サスケさんとアウキングさんいなかったんですけど、この3人プラスポロシャツさんとどんぐりさんと、うん、撮影じゃなくて、うん、プライベートでみんなでご飯行ったんですよ。ああ、そうね、そう。その時初めてその撮影以外の日にみんなで会うみたいな、確かに確かに、感じでそのみんなで焼肉食べてすっごい楽しかったんですよ、うん、また行きましょうよ。いや、行かないだろ。いやいやいや、卒業するんだから。プリットチャンネルだけの付き合いだよ。パンダ、パンダ、パンダって、パンダもう全部合ってないから、パンダ、サスケさんと僕とどんぐりさんで、公園で花見しながらおにぎり神経衰弱みたいな、見たよ、うん、見た。もう日が暗くなるね、時にさ、急げ急げっつって、取れなくなるぞっつって、でガチでやったらどんぐりさんだけ食うみたいな。そうです。であれを ね動画をアゴキングに見せたら、うん、いやこれメインじゃ厳しいサブちゃんでってなって、どんぐりの頑張りが身に結べてないの、あんたのせいだよ。だって半分ぐらい携帯のライトだけでこっから、いやだってもう日が暮れたもんな。まあまあまあ、もう真っ暗でしたよ、不審者みたいな。そんな風にだけど、お前頑張ってくれたなっていうイメージ。お世話になったよ。だから猫もさ、猫ちゃんね、実家で、はい、で、猫を動画であげたりとかしてね、うん、癒されました。猫しかねえじゃねえかよ。猫の思い出じゃん。ちょっと癒しキャラがね、いなくなっちゃうっていう、うん、そうですよ、ね、仕事が忙しくなってるってすごいいいことだからね。まあまあ、そうなのよ。そうそうそう、もう明るい卒業っていう感じですからね、うん、で、もう一人はポロシャツです。ポロシャツも卒業が同じような理由ですね。そうだね、最近ちょっと本当に忙しくて出れず で今日も本当は来れる予定だったんですけど、どんぐりと同様ちょっと忙しくて来れないという、大変
ントで、でポロシャツのですね、はい、メッセージも届いてますので、まさか、はい、こちらになります、はい、どうもプリットチャンネルのポロシャツです。こんばんは。この度というか、ポロシャツはですね、ちょっとプリットチャンネルを卒業することになりました。まあ理由についてはですね、まあどんぐりさんとか渡りとかと同じような理由なんですけども、まあ詳細は、スーパーライブですか、そこでお話ししようと思ってます。はい、まあでも最後なんで、まあ楽しく、全力でね、いつも通りやらせていただきますので、よかったら、見に来てください。お疲れ様でした。ね、うん、はい、ポロシャツなんかありますか？初めてちゃんと会ったのがさ、屋上でぬるぬるローションみたいな、あ、そうなんですか？そうそう、ツイスターゲームやった時に初めて絡んで、いや、すごい楽しかったのよ、面白くなったんだよね、うん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 、面白かったね。で、二人で体洗いっこしたりとかして初対面だよ、気持ち悪い気持ち悪い。で、そっから今急激に仲良くなったのよ。で、それで、ね、飲みに誘われて行ったりとか、うん、まあ、はつらつとしてとてもいいキャラクターでしたよ。はめちゃめちゃいじられたんですよ。そのあんまそのみんなにそんなその時はいじられるキャラじゃなかったんですけど、ポロシャツさんにガンガンいじられたおかげでまた新しい自分が出たというか、本当に師匠みたいな。え、あれ、じゃあ一番気持ちが強いじゃん、うん、ポロシャツが卒業することに対しての気持ちが、うん、悲しみが強いです今裏でポロっと。あ、スーパーライブ、あ、今のポロはポロシャツさんのポロっとはかけてなくて、いや誰も言ってないよ。いや、でもポロシャツが師匠だわ今の感じ。似てる似てる、うん、おじさんみたいなやっぱポロシャツすっげえ元気いいじゃん、うんうん、もう元気いい時はすごい、多分誰よりも元気いいじゃん、ね、パワーが有り余って、うん、あれがたまになんか乗らない時でも引っ張ってくれて、テンション上げて撮影できたし、あ、だから撮影が楽しくなるよね。乗らない時あんのかよお前は頑張れ自分で引っ張ってもらうな引っ張れ毎日乗れるようにしろ頑張っていけ。バタイが全部切るわよ今日は広いんだよまあオンとオフが激しかったね。そう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 、まあそうですね、メインチャンネル撮ってる時にうわーって元気でやって、その流れでじゃあサブちゃん撮るよって時にずーっと静かにしてるみたいなとかあとみんなで共通していつも言ってるのはやっぱ私服がダサいって渡りと含めて4人でね、1万円企画の、あー、ね、なんであれがちょっとさ、おなじみのみたいになっちゃったんだろうね。まあ、メンバーとですか。そうそう、やっぱ苦しんでる顔が面白いのって多分この4人だったんだよっていう感じですかね。そうですね、はい、でもやっぱ悲しいんだよね。いや、もちろんですよ。あ、本当ですか。でも、うちらって仲良くなれたし可愛がってくれたんで、もうやめてほしくないんですけど。あ、まあまあ、でもっていう、まあね、携帯を、うん、ポロシャツさんと渡さんに隠されたんですよ、僕は。何それ。いや、俺やってないよ。ポロシャツはすごいやってたけど、だから2人がタッグになって、すごいやってた、意地悪お兄ちゃんみたいな感じでだけど、僕からしたらすごいそれがいい思い出というか、楽しかったですよ本当です、本当に、もちろん本当です。お団子さんは、まあ、本来僕ツッコミなんです。この人のバシバシ切るツッコミは見ててすごい羨ましかったんで。あ、どういうことなんですか。襲名ですか。二代目渡り。お団子さんだ。え、お団子さんだよ。お団子さんだ。声量がない。どうしたんですか。あのツッコミとしていいなと憧れてます。トントンするのやめてください。それそれ、ずっとそれそれそれじゃない。楽しくね、やらさせてもらいます。はい、ありがとうございます。いや、こちらこそ楽しかったです。はい、アゴキンされます。俺は本当にもうなんかすっげえめっちゃ動画に出てくれてる時期あったじゃん。ああ、そうですね、はい。どこ行くにも渡りがついてきてくれて、うん、3人で撮影することがめっちゃ多くて、小学校貸し切っていっぱい撮ったりとか、泊まりとか、そうですね、はい、GoPro なくなったりとかちょこちょこ俺のせいみたいにするんですよ。いや、一緒にまあそのなくなったというのを経験したっていうようななんかね、いろんな思い出もあるんで、ね、助かって、動画に。渡りと一番の思い出は俺はね、あるんですよ。え、学校の貸し切ったでしょ。あの時に2人きりでハヤシライス食った時。ああ、確かにね。あれはですね、なかなかね、できませんよ。なかなかできない、うん、なかなかあのいう経験をね、大人になってから二人っきりで家庭科室とかでやるっていうのはなかなかできない。もっと深いエピソードもありますとかじゃあ。あるあるある。あ、だってあの後によ、はいはい、あの後に GoPro 落としてんだもん。
二人の中では、渡りイコール GoPro こそのみのイメージでやってるんですよ。まあ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 、間違いじゃない。どうなんですか、見てくださった方やっぱ2年間いるわけであって、そうですね、はい、そう見てくださった方になんか一言ね、あれば。そうですね。まあ、なければいいんですよ。ないんですか。いや、ありますよね。あるあります、ある。でも、これ伝わりにくいかな。ありがとうございました。あー、シンプル。ストレート。いや、面白いです、マジで面白い、面白いです。ニコニコだけしとけ。めちゃめちゃやった。ポロシャツに言っとく。師匠、師匠にだけは勘弁してください。いや、怒らないだろ。あいつ厳しいんだ。というわけでですね、あの3人が卒業するんですけども、はい、3人が出る最後の舞台が1月の13日のスーパーライブという、あ、はい、卒業公演になりますね。なるほど、そうか、はい、卒業公演、はい、で1部と2部あるんですけど、一応3人とも両方出る予定でいます。で、1部と2部で内容を変えます、同じにはしません。それでですね、2部の方をですね、はい、若干やめていく3人をいじくり回そうかなっていう、もうね、言っちゃうんですね、言っちゃいます、ね、というわけで、はい、あの来てくださる方、まだですね追加販売の方を、今始まったばかりですので、応募されてない方はぜひよろしくお願いします。それでは以上報告となります。スーパーライブもありますし、はい、動画も残ってる動画いくつかあったりするので、よろしくお願いします。そうだね、はい、来られる方はお楽しみに。はい、お願いします。卒業報告でした。それではまた、さよなら、さよなら。ブリッドキャンディ、あ、出ました。水戸がいいんだ。水戸はいるんだよ。全然ね、いるの。はい。